ジャニーズ事務所の問題が地方にも波及。平野市用のルーツと地元潰しの声。ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川氏の課題問題を受け、多くの大企業がジャニーズ離れを表明し、その影響はテレビ番組制作にも及んでいます。この問題は地方局にも波及し、地元アイドルに対する声も高まっています。 本校では、ジャニーズ事務所の問題が地方にもたらす影響と、地元アイドルへの影響について探ります。ジャニーズ事務所の課題問題と、ジャニーズタレント排除の動き、ジャニーズ事務所のジャニー北川氏による課題問題を受けて、多くの企業が、ジャニーズタレント排除の姿勢を示しました。新浪強氏をはじめとするビジネス界の重要人物が、 ジャニーズタレントを起用することは、加害を認めることとして、その道を選ばざるを得ませんでした。これにより、ジャニーズ事務所所属のタレントが出演する CM や広告、反則者の,の展開が中止される事例も出てきました。日本マクドナルドや第一三共ヘルスケアなど、大手企業もジャニーズタレントの新規起用を見送る方針を明言しました。これに伴い、 今後のテレビ番組制作においても、ジャニーズタレントの起用に変更が迫られるでしょう。特に大型番組においては、ジャニーズタレントの多くがキャスティングされており、変革が求められる状況です。地方局にも波及する、ジャニーズ排除の動き。ジャニーズ事務所の問題が、キー局に影響を及ぼすだけでなく、地方局にも波及しています。例えば、 長寿番組である24時間テレビにおいても、ジャニーズタレントがメインパーソナリティとして起用されていた歴史がありました。しかし、そのジャニーズタレント起用の未来が危ぶまれています。 地方局においても、24時間テレビのような影響力のある番組が地元のアイドルグループにとって重要であり、ジャニーズタレント排除の動きが進むと、地元アイドルにとってチャンスが減少する可能性が高まります。特に、名古屋地区における視聴率の低下が顕著であり、ジャニーズタレントの起用に対する疑問の声が上がっています。地元アイドルに対する怒りと違和感。 地元視聴者からは地元アイドルに対する怒りや違和感が表明されています。地元初のアイドルを応援することが地元民にとって大切な価値観です。しかし、近年、ジャニーズタレントがローカル番組への出演が増え、地元アイドルの出演機会が減少しているとの声が寄せられています。ジャニーズタレントの地元への介入により、地元潰し、との声も広がっています。 地元民は、自身の地域から生まれたアイドルを応援し、誇りに思うことができるのが理想です。しかし、その地元アイドルに代わって、ジャニーズタレントが出演すると、地元民にとっては不満や疑念が生まれるのも理解できます。まとめ、ジャニーズ事務所の課外問題が世間に波紋を広げ、大手企業がジャニーズタレント排除の動きを見せています。 この影響は、キー局だけでなく、地方局にも及んでおり、地元アイドルに対する声も高まっています。地元初のアイドルを応援する地元民の気持ちを尊重し、今後のテレビ番組制作においてもバランスを取ることが求められるでしょう。ジャニーズ事務所の問題が地方にもたらす影響について、今後の展開が注目されます。地方局の変革とジャニーズ事務所との調整。 地方局におけるジャニーズタレント排除の動きが進む中で、地元アイドルとの調整が不可欠です。地元アイドルグループが地方局の顔として視聴者に愛されている場合、その存在は地域にとって貴重なものとなります。一方で、ジャニーズタレントも多くのファンを持ち、その人気は全国規模で広がっています。このような状況で、 地方局は慎重にバランスを取りながら地元アイドルとジャニーズタレントを調和させる方法を模索する必要があります。地元アイドルにとっては地域社会への貢献や愛される存在としての地位を維持することが大切です。ジャニーズタレントとの競合を乗り越え地元アイドルの地位を高める取り組みが求められます。ジャニーズ事務所の改善と今後の展望 一方で、ジャニーズ事務所自体も体制の改善を急務として考える必要があります。加害問題を受けて、多くの企業がジャニーズタレントの起用に慎重な姿勢を示す中で、事務所の信頼回復が不可欠です。国際的な非難を避けるためにも、事務所は迅速かつ効果的な対応をとるべきです。 ジャニーズ事務所が信頼を回復し、改善策を実施することで、地方局においてもジャニーズタレントとの調和が可能になるでしょう。地元アイドルとジャニーズタレントが共存し、地域社会に貢献する姿勢を持つことが、視聴者の期待に応える一歩となるでしょう。ジャニーズ事務所の課題問題が地方にも波及し、地元アイドルとの調和を模索する課題が浮上しています。 地方局は地元アイドルの支持を大切にし、バランスを取りながらジャニーズタレントとの調和を図る必要があります。一方で、ジャニーズ事務所も改善策を実施し、信頼を回復することで、地域社会に貢献する姿勢を示すべきです。今後の展望において、地方局とジャニーズ事務所の協力と調整が不可欠です。 地域社会に愛される存在としての地元アイドルと全国的な人気を持つジャニーズタレントが共存し、視聴者にとって魅力的なテレビ番組が提供されることを期待します。ジャニーズ事務所の問題が地方にもたらす影響について、今後の展開に注目が集まります。